いつ旅です。 JR 宝塚線西宮名城駅をご紹介します。西宮名城駅、幾何学的なデザインが非日常感を醸し出す。それではスタート。西宮名城駅は兵庫県の東部西宮市に位置します。武田尾駅と鯰江駅の間にあり、1日平均乗車数は約7300人。駅ナンバーは JR G58。 新三田行きの普通列車が出発していきます。この駅は昭和61年に福知山線の福泉電化に伴って開業しました。比較的新しいね。相対式2面2線のホームで屋根をつなぐ骨材があることが特徴です。特急も停車します。ホームの両端は両方ともトンネルになっています。北側は名城トンネルです。二線とさらにホームを入れるためにかまぼこのような形になっています。なんとも不気味な音です。ホームの端はトンネルの中にあります。1両分にはちょっと足りません。ホームの横は豊かな緑。下には名城川。幅のあるホームで待ち合いもゆったり。8時が過ぎ、ピークを越えたようですね。南側、こちらは鯰江トンネル。ホームがない分、ほぼ円形です。静かなうちはいいのですが。こちらもなかなかの音です。風がぶわーっとやってくる。髪が乱れるな。駅舎はエレベーターを上ったところ。谷間のようなところにあるのかな。改札は5レーン。トイレにエレベーターとコンパクトにまとまっています。
改札を抜けるとコンビニ。緑の窓口のある機能充実の駅です。東口は駅と分かりにくい。開花はロータリーとなっています。駅近のスーパーは阪急オアシス。9時30分の開店です。もうしばらくかな。お、なんだあれは。駅から伸びるペデストリアンデッキを進むと車高エレベーターの乗り場です。離れてみるとこんな感じ。結構目立つ。当時の日本住宅公団が開発した大規模な住宅地で、西宮ラジオニュータウンと言います。この車高エレベーターはニュータウンを開発した時に設置されたもので、もう30年以上経過しています。しかし今でも近未来的な感じがするのが不思議。長さは145メートル、毎分90メートルで進みます。2階や3階もあるのですが、1階には上行きのボタンだけ。車内にあるので乗ってから目的地を決めるようです。それにしてもかっこいいな。帰りにも乗ろうっと。エレベーターは2機あり、その間と外側が階段になっています。向こうにも住宅地があるね。ニュータウンができる前は広大な丘陵地だったというんだから驚きです。すごい開発をしたものです。お買い物は阪急ですね。壁面には池田正夫の作品が飾ってあります。池田正夫は画家、版画家、彫刻家など多彩な芸術家でした。こちらは1991年制作の作品、西宮ラジオニュータウンの街開きと同じです。ちなみにニュータウンの愛称は創造の丘ナシオンです。静かな街が続きます。少し早めの紅葉。集合住宅のほかに戸建ても広がります。そんな住宅地の一角にナシオン広場を見つけました。ナシオン広場は斜面にある公園。トレーニングに良さそうです。これも作品でしょうか。災害時の避難場所でもありそうですね。平日の朝、穏やかな時間が過ぎていきます。
教団は今では UR、 眺めよくて人気でしょうね。小学校もあって阪急バスが通っています。さて、塩瀬中央公園に来ました。住宅の隣にある大きな公園です。スポーツや散策にいいでしょうね。トイレにはちょっとおしゃれな手洗い。円形広場もあります。行くぞ。チャンネル登録よろしくね。さて、緑に満ちた住宅が続きます。冒険広場に行ってみます。楽しそうな遊具が揃ってる。こりゃ大きなジャングルジムだな。ありました、ローラー滑り台。利用は10時から。よく滑りそう。でもよく見ると使用禁止のところがあるんです。ここも設置から30年ぐらいになるのかな。10時まで待てないので次に行きます。なかなかの長さがあり、行けると思うな。さて、ぐるっと一回り見てきました。再び車高エレベーターに乗ろう。途中からも乗れると思うのだがわからない。上に登ることにします。乗り場の建物の一角から子供たちの声がします。なんと子供園が入っていました。いい場所に作られてますね。上りで息が切れました。ここのエレベーターは斜めなんですね。ああ、そうですね。もうだいぶ古いです、ここも。ああ、そうなんです。珍しいですよね、斜めって。そうですかね。だいぶ古いですよ。ロープもあって当時からバリアフリーに作られています。どんどん歩いて駅に戻ります。ゆるい下りが続くので楽です。阪急オアシスに行ってみます。定番品に加え高めの商品が多かったです。
勾配層に合わせてあるのでしょう。こんなところから見えた。山を整地して作り上げた町です。二重になっているんです。バスとタクシーが外側です。駅前のビルにはスーパーと進学塾と医療施設。西宮市の市要請支所があります。快適な生活や魅力的な街を作り上げてきた感じがしますね。福知山線の福泉電化も開発の一環にとれますね。広大な住宅と公園の開発です。森の中に冒険広場があったんだね。ここから見ても全くわからないね。トンネルの合間にある駅です。そして車高エレベーターが自慢の風景ですね。駅に入ろう。三田方面は1番線。ホールのような響きを持つホームです。西宮ラジオはニュータウン開発により人工的に作られた町です。斜面を有効活用し、眺めの良い緑豊かな住宅が数多く作られました。休日は人々が集い、賑やかな町なんだろうなぁと想像しました。それでは今回はここまで。また次の駅でお会いしましょう。西宮ラジオ駅からお届けしました。